日やらせていただくテーマは、ソップベースの疑似的シミュレーションということで、主にソップを使ったシミュレーション、疑似的なシミュレーションをどう作っていくかみたいなお話をハンズオン形式でやらせていただければと思います。で、フーディーニは、そのドップっていう、まあ、流体系のシミュレーションであったり、破壊のシミュレーションであったり、いろいろすでにそういうアルゴリズムがいっぱい用意されていて、それを使えば比較的簡単にリアルな表現ができるんですけれども、まあ、あえてそれを使わずに自分で仕組みから作って、でそれをシミュレーションとして、疑似的なシミュレーションとしてある程度嘘はありつつも再現してみるっていうことを、やりたいと思ってます。で、まあ、いくつかそれをすることによるメリットっていうのが、ありまして、まあ、何よりもその自分でアルゴリズム記述できるので、まあ、そのどういう挙動にしたいかっていう、まあ、最終的な表現に向けた挙動を自分で、まあ、勝手に作ることができるっていうのもありますし、まあ、ドップを使うと結構ちょっといらない、リアルにするためにいらない計算何かも、表現によってはいらない計算なのかも入ってしまっていて、それゆえにちょっと遅いっていうのもあったりしますし、まあ、あとパラメーターが非常にたくさんあって、まあ、どれとどれがどう関連づいているのかってもなかなか見えにくいっていうところもあるかと思います。まあ、そういったところもソップベースで自分でシミュレーション作ってしまえばある程度コントロールできてしまうの で速度も出せるような調整も自分で行うことができるので、自分で作るっていうのは大変じゃ大変ではあるんですけども、慣れてくると非常に便利な場面がいくつもあると思うので、今日はその方法の一端をお伝えできればと思っています。で、テーマ的には流体によった話、流体っぽい話をすることになるんですけども、2つメインの課題物がありまして、1つが粘土のある油のような流体液体みたいなものをプロシージャルに作るような方法、もう一つはもうちょっと、流体寄りのシミュレーションで、まあ、色がついた液体を、力場をかけてかき混ぜて色を混ぜてみる、そういったシミュレーションみたいなのを手を動かしながら作っていきたいと思います。で、それに必要な基礎的な技術なんかも踏まえつつやっていければと思うんですけども、まずはそのオイルの表現をするにあたって、まず基礎的なそのベックスの演習からちょっと皆さんとやっていければと思います。じゃあ早速フーディーニを開いていただいて、1個目のベックスの演習から入っていきたいと思います。これ画面になっているかと思いますので、右下のノードネットワークで右クリックをして、ジオメトリーと検索をして、ジオメトリーノードを出してください。で、そのダブルクリックして中に入って、早速、記述をしていきたいと思います。VEX というのは、フーディーニで使える、主にポイントとかを、そう、ベクトル操作できるスクリプト言語です。結構な頻度で今回これ使っていくので、まあ、どういう使い方ができるのかっていうのを一個一個ちょっと伝えしたいと思います。ちょっとまずサンプルとして、ジオメトリーノードの中に入ったら、スフィアノードを検索して出してください。スフィアノードを出して、で、プリミティブタイプが今、プリミティブになってるんですけど、それをポリゴンにします。ポリゴンにした状態で、この真ん中にあるアイコンのメニューから、この点のアイコン、点のアイコンをクリックしてください。で、そうするとスフィアを形作っている点の集合が青い点として表示されるかと思います。で、今回やってみたいのはこの一個一個の点を操作、ポイントラン、ベックスを使って操作してみたいと思います。スフィアの下にポイントラングルと出してください。で、ラングルというのは、ラングルノードというのはポイントとかプリミティブとか、そういったものに対して、VEX を書いて操作するためのノードです。で、基本的には VEX はラングルを使って書いていくことになります。じゃあ、早速このスフィアのノードをポイントラングルの一番左のインプットに入れてください。つなげてください。ポイントラングルの
右、一番右の青いボタンを押すことで、これが今フォーカスされた状態になります。で、右から2番目は、ワイヤーフレーム表示。でこの状態で、ちょっと書いてみたいと思います。早速、1行目書いてみたいと思います。で、まあ、まず何をしてみたいかというと、まずポイントの、一個一個のポイントの番号というのが振られていまして、スフィアを見てみると、一個一個にポイントがこう番号が振られています。まずはこの番号をポイントラングル内で取得できるようにしたいと思います。番号自体は int スペースの ptnum イコール at ptnum という形で取得できます。で、ここで早速出てきたこの int int っていうのは整数という意味になります。で、次に ptnum って書いていますが、でこれはその整数の値を入れるための箱の名前。で、こういうのを変数って言います。で、その箱にイコールで値を入れている形なんですけども、一番右のアットマーク ptnum というのは、フーディーニが最初から持ってる固定の値で、ポイントラングルの中でこのアットマーク ptnum と書くと、ポイント一個一個の番号っていうのを取得することができます。で、こういう形でまず整数の ptnum っていう箱に変数にこのポイントの番号を入れることができた形になります。入れた番号っていうのはどうやって確認するかっていうところですけども、今度は i アットマークの、例えば a として、でイコールの ptnum と書きます。これは何をやってるかというと、ジオメトリ、今、一個一個のポイントに対して、スフィアが持ってる一個一個のポイントに対して、今、vex の、で命令を送っている形に、なります。まあ、そう、同時並行で、すべての点に対して一個一個、この同じコード、同じ命令を送っている形になります。この i アットマーク a っていうのは、i っていうのは、まず整数っていう意味で、整数の、このポイント、一個一個のポイントが持ってる、アトリビュート、このアットマークっていうのはアトリビュートっていう意味です。で、a っていう名前。なので、まあ、一個一個のポイントが持ってる、整数のアトリビュート、a っていう名前のアトリビュートに、この今作った ptnum っていう値を、格納入れているっていうことになります。で今この、こういうふうに書いたことで、このポイントの中に、ポイント自体に a っていうアトリビュートが作られて、アトリビュートっていうのは属性みたいな話で、メタデータみたいな話で、で a っていう属性が使えて、その a っていう属性に、データに、この今作った変数、ポイントの番号っていう値が、格納されたっていうことになります。でその一個一個のポイントに格納されたデータを確認するために、必要なのがジオメトリースプレッドシートと呼ばれるもので、ここからアクセスします。右上のこのプラスボタンを押していただくと、ニューペインタブタイプの中からこのジオメトリースプレッドシートというものを選びます。選ぶとエクセルシート、スプレッドシートのようなものが出てきます。エクセルシートの上の方を見ていただくと、4つのアイコンがありますけども、今一番左のアイコンが選択されていて、これがポイントの、データを見ている状態になります。で2番目がバーテックスっていう情報で、3番目がプリミティブで、4番目がディテールの情報になります。で今見ているポイントの情報、ここにずらっと並んでる表のデータっていうのはポイントの情報になる形になります。その中に A っていう名前のコラムがあるのがわかると思いますけども、ここに0から41までの数字が順番で格納されているんですけども、このデータっていうのが今作った、VEX で作ったデータで、一個一個のポイントの番号っていうのがここに格納されています。で、一番左のこの番号、表の一番左の番号っていうのが実際にポイントの番号と対応しているので、一番左の番号っていうのと A の番号っていうのは同じになるはずということです。単純に一番左ポイントの番号をただ A に格納しただけなので同じ番号になっているということです。じゃあそちらを理解した上で、今度は、ポイントの位置を取得してみたいと思います。でポイントの位置というのはベクトルというタイプの変数
を作ってそこに格納することになります。で、ベクトルっていうのはイントが整数であったのに対して、ベクトルっていうのは3つの不動小数からなる値、 XYZ の値が、1つの、変数の中に格納されているっていうイメージです。で、その XYZ の値を、使うことによって、例えば位置情報であったりとか、あとは方向の情報であったりとか、そういった情報を、入れることができます。で、右のアットマーク P っていうのはポイントラングルが持ってる、最初から持ってる固定の変数で、これに関して言うと、ポイントラングルで受け取ったポイントのこの位置情報、それぞれの点の XYZ の位置情報っていうのがこのアットマーク P で取得することができます。同じようにジオメトリスプレッドシートに入れて確認してみたいと思います。で、ベクトルの場合は i ではなくて v アットマークの、例えば b イコールコスとして、b っていう名前のベクトルの、アトリビュートにポスっていう値を入れてみるっていうようなことをしてみます。で、その状態でジオメトリースプレッドシートを見ていただくと、 B0、B1、B2 っていう、コラムが生成されていて、それぞれポイントの X と Y と Z に対応している形になります。で、これっていうのは、左の方に PX、PY、PZ とありますけど、それの値と同じです。で、この PX、PY、PZ っていうのはポイントの位置情報を示しているということになります。まあ、今はもうすでに、取得できるような値をただ格納し直しているだけなので、あまりやってること自体に意味はないんですけども、ここからこの今取得した、位置情報を改変して、改変した上で新しい情報として格納し直すということをすると、このジオメトリー自体、この今作ってあるスフィアの見た目とか形態自体を操作することができるようになります。例えば新しいベクトルを作って、ニューポスっていう名前のベクトルを作ってみます。で、イコールので、新しく自分で値を作る場合、ベクトル値を作る場合はセットカッコっていう関数を使います。このセットをの中に XYZ とコンマ区切りで数値を入れてあげることで、ベクトルデータっていうのを作ることができます。で、この場合は、X と Y と Z が0っていう値っていうベクトルデータを今作った状態になります。で、この作ったベクトルデータ、newPOS っていうのを一個一個のポイントに対して格納してあげてみたいと思います。それどうやるかというと、今すでにあるポイントの情報、一個一個のポイントの位置情報っていうのはアットマーク P で得られるんですけども、得られるだけじゃなくて、それを置き換えることもできて、アットマーク P イコールとすると、で、イコールニューポスとすると、今現在のポイントの位置っていうのを、この新しいニューポジションっていう今作ったベクトルで置き換えることができます。この状態で画面の外どこかクリックすると、すべてのポイントが真ん中の000に移動されます。一個一個にスフィアっていうのにポイントがありまして、で、そのポイント一個一個に対してベックスを使って命令を送っているっていう形になります。で、今、一個一個に対して送っているんですけども、すべてのポイントに対して今000っていう値を入れたので、すべてのポイントが0に移動したっていう形になります。じゃあ、これを全部0に行くんじゃなくて、ポイントの番号ごとにちょっと位置を変更してみたいっていう場合、どうやるかっていうのを考えてみます。で、さっき言ったように、ポイントの番号っていうのは ptnum で得ることができました。なんで、この ptnum っていうのをこの x の値のところに試しに入れてみるとします。セット ptnum のコンマ00で、こういう形で記述して外をクリックしてアクティベートしてみると、今度は41個分あった点っていうのが1列に x が1ずつ繰り上がった位置に移動されているっていうことがわかります。 vex では大文字小文字が結構シビアに効いてきまして、このアットマーク P の場合はアットマークの大文字の P
この PTNUM の場合は全部小文字であったりとか、でそのあたりの情報が結構、重要だったりします。じゃあここまで、できましたら、もう一個、よく使うアトリビュートというのがあるので、それも改変してみたいと思います。それというのが、アットマークの大文字の C で小文字の D。でこれは色のアトリビュートです。でこれをイコールでセット、例えば100としてみると、これは、色、点ごとの色を決めるためのアトリビュートです。アットマーク CD っていうのは。で、それも XYZ もベクトルで表現されるんですけども、この場合は、X の値が R、Y が G で、Z が B と。で、RGB の値で、0から1の間の数値で表現することになります。で、100の場合は、赤になる形になります。ちょっと後で、点だけで表現する以外にも、色の確認の仕方があるので、後でこれまた確認したいと思います。で今書いたこれをコメントアウトする方法がありまして、コメントアウトっていうのは書いて、まあ、ちょっと後で使いたいけど、今は、隠しておきたい、まあ、使わないでおきたいっていう場合は、スラッシュスラッシュで、コメントアウトして、ここのスラッシュスラッシュの後の文を機能しないようにするっていうことが、できます。これもよく使うので、覚えておいてください。で今、ポイントラングル、ポイントに対しての、操作っていうのをやってみたんですけども、今度はちょっと別のラングルを使ってみたいと思います。今度使うのは、プリミティブラングルというものです。ノードで検索をかけ、右クリックで検索して、プリミティブラングルと出してください。プリミティブラングルは、ポイントが一個一個の点に対して命令を送っていたのに対して、プリミティブラングルっていうのは、一個一個の、面とか、オブジェクトに対して命令を送るような、送るための、ノードになります。で試しに、検索でグリッドと出していただいて、このグリッドに対して、グリッドの一個一個の面に対して命令を送るようなことをしてみたいと、思います。で、今、このグリッドの、グリッド線が出ていない方は、パースからシェーディングで、スムーズワイヤーシェーデッドを選択してください。もしスムーズシェーデッドになっている方は、この線が隠れて、一個一個の面の状態が見えないので、線が見えてない方は、パースからシェーディングのスムーズワイヤーシェーデッドを選んでください。で、一個一個のプリミティブ、これを一個一個の面が今プリミティブっていう形になっているんですけども、その一個一個の面に対しても番号っていうのが、振り分けられています。それを確認するのが、このアイコンになります。この面の上に1、2っていう数字が貼られているものをクリックすると、面の番号っていうのを確認することができます。で、この、それを確認した上で、グリッドをプリミティブラングにつなげて、じゃあ今度は、これに対してちょっと色を変えてみるってことをしてみたいと思います。これならちゃんと色は出るはずなので、まずは色情報を作ります。ベクトルのカラーっていう名前の変数を作ってあげて、セットの XYZ で色情報を作りたいと思いますが、まずはプリミティブの番号。プリミティブ、さっきのポイントの番号が、PTNUM であったのに対して、プリミティブの場合は、PrimNUM と書きます。こういう形ですね。全部小文字で、アットマーク、PrimNUM。で、先ほども言ったように、色っていうのは、X と Y と Z がそれぞれ0から1の範囲でなければいけないんですけども、PrimNUM っていうのは0から始まって1、2、3、4、5と、整数で1ずつ繰り上がっていくので、それだと大きすぎるので、それを0から1の間にするために割り算で全ての面の数分で割ってあげる必要があります。この場合は 10×10 だとしたら100個プリミティブがあるということなので、100で割ってあげる必要があります。で、それを数字で書いてもいいですし、あるいはプリミティブの今このインプット、一番目のインプットにつながってるプリミティブの数っていうのをカウントする機能、関数っていうのがありますので、それを使うことも可能です。
それが N primitives 0。N primitives 0っていうのは0番目、この場合は1番目なんですけども、1番目につながったインプットのプリミティブの数っていうのをこれで取得することができます。で、これが一個一個のプリミティブの番号なので、100個あるプリミティブの中の1番目だったら 0.01 だし、2番目だったら 0.02 だし、という形になります。ただここで一つ、この割り算自体に問題があって、これ今整数割る整数になってて、このフーディーニのベックスの計算だと整数割る整数は整数として返されて答えが返されてしまうので1割る100としても四捨五入されて0になってしまうですね。なのでこの分母か分子どちらかを不動小数その 0. なんちゃらっていう点がついた形に変換してあげる必要があります。その変換の仕方がフロート括弧で囲んでどちらかを囲んであげるっていう形になります。であとは0と0で R と G グリーンとブルーを設定してあげると、ここら辺が結構、なくてなぜか値が出ないということがよく起こるので、これは、忘れないようにしないといけないところです。でこういう形でまずは色情報のベクトルが作られました。でこれ作っただけではまだ、ジオメトリーに変化がないので、それを実際に色情報としてこのプリミティブのアトリビュートに入れてあげる必要があります。それをするのが先ほども使ったアットマーク大文字の C で小文字の D イコールのカラーということになります。でこの状態で外をクリックすると番号に沿って徐々に面の色が変わっていくっていうものを予言することができます。で、すでにやられている方は試しにこの番号今 X にしか入れてない値を例えば Y と Z にも入れてみて色がどう変化するかっていうのも試してみていただければと思います。例えばこれをそのまんまコピーして Z の値にペーストしてみると R と B が同じような値で0から1に向かって、0.01 ずつぐらい繰り上がっていくっていう状態になります。でこれは0から1の間の数字なので、逆に B に関しては1マイナスのプリムナムを MN プリミティブで割るっていうこともできます。この場合は1から始まって0に向かっていくっていうような計算の仕方です。でそうすると最初は青いけどだんだん赤になっていくっていうような、そういう表現もすることができます。でこちらできたら、ジオメトリースプレッドシートも確認してみたいと思いますが、このプリミティブのアイコンをクリックしてみると、さっきはポイントを見てましたけど、プリミティブを見てみると今作った CD っていうアトリビュートが3つ R と G と B の分作られてるかと思います。で R が0から1に向かってどんどん作られているっていう形になります。で最後これ1になっていないのは、例えばこれが100個あるとして、ただ番号自体は0から始まってるので最終的な、終了地点が99なので、99÷100 になると微妙に1に届かないということになるので、きっちり1で終わらせたい場合は N primitives -1 としてあげることで、きっちり1で終わる。ここら辺は、やっていくところ、やっていくうちに、だんだん分かっていくところだと思います。